はいどうもイチローが世界一大好きジーンですイチローがマリナーズで殿堂入りスピーチをしたってことで話題になってますね。いや面白かったですねねまあいろんなジョークがあって、ね、<laughs> でこの感動をね共有しようと思って SNS を見てたらこんな風にねイチロー嫌いとかね あとね認められないとか言ってるやほんと許せないなって思いますねうんいやお前がね認めるとか認めないとか関係ないからで、まあ、監督のねキスが怖かったっていうのがね一番面白かったですけどイチローはねあの10年連続200本安打とかねあと、まあ、マリナーズの116勝もそうだけど まあいろんな記録があってね。いやぜひね、この経験を生かして、今後はね、教育者として頑張ってほしいし、こうやってね、批判してるやつは許せないなって思います。でこっと。